小島子ちゃん、うん、女性一人ですけど。そうです、ちょっと寂しいですね。寂しい、はい、うん、この男性陣こんなに囲まれることはないんじゃないですか。このないですね。でも握手会とかはほとんどが男性の方なので、はあ、あれってあの握手会って決まってるんですよね、秒数が。あー、そうなの。 AKB ルールで、はい、何秒だっけ。個別握手会は10秒ですね。10秒間1人1枚で10秒できます。1枚10秒1枚10秒、はい、10秒握手して握手をするで喋るんですよ。10秒間会話して、うんうんうん、でも10秒でまとめなあかんので。そうですよね。例えばなんかちょっと長めの質問してもらったら、もう質問だけして、うん、はい、次。でもすっごいんですよ。途中とかでも。途中で。探されちゃいます。10秒ずっと握手をしてるってことですか？そうです。10秒握手しながら、なんかね、はい、喋ってもいいってことですね。質疑応答10秒間。はい。僕のこと覚えてますか？はい、覚えてますよ。あ、ありがとうございます。みたいなことがあっての、はい、握手だけならね、手持ち無沙汰というか、でも、どうしていいか分からない。緊張して喋れない人がもう多々でしょ。そらもう、質問の内容がもう真っ白になって、あと、どんな質問来るか分からんから、対応できるような自分でおらんと10秒ってあっという間やもんね。そうですね。もう慣れですね。慣れ。はい。ずるいっていうファンもいるかもしれないですもんね。こっちが考えすぎて、ね、とだったらもう10秒たったってね。考えとけよって言いながらも連れていかれる。それファンなのか。考えとけよっていうのは。だいたいパッと質問されたらパッと返せる自信はある？そうですね。今までいろんな質問あったでしょ。どういうこと聞かれるの基本的に。何なんですか。何を言われるの。じゃあこの3人やと30秒だけしか持ち時間ないわけですよ。そうです。3人で行く。個別握手会。個別握手会だと、ね、はい。じゃあ今から行きますよ。はい、誰からですか。あ、城島です。あ、僕のこと覚えてます？ありがとうございます。覚えてますよ。頑張ってくださいね。ありがとうございます。今日何時に起きたんですか？今日何時ですか？今日は7時ぐらい。あ、そうですか。7時、あーもう10秒、あー次、次。あ、井上です。こんにちは、ありがとうございます。この間ね、渋谷にいたでしょ？あ、なんで知ってるんですか？僕もいたの。あ、話しかけてくださいよ。どけなさい。ありがとうございます。どけなさい、もう。考えとけよ。トモトです。ありがとうございます。僕の好きなとこ5つあげてもらっていいですか？すいません。帽子が素敵なところと、あと水玉のジャケットも素敵ですね。ああ、終わった考えとけよこのテンポ。で、握手も。そうです。いや、これを、何時間と。並ぶんですか何人並んでるか。何千人。何人ぐらい。いや何百人とかですか。そうですね。一日に握手する人数は何千人とかで。何千人でしょ手、バカんなら手。握力。そうですね。目がチカチカします。あの、周りが早い時とかは。ね、回転寿司みたいになってるやん。シュパシュパします。シュパシュパ、はい、AKB の子は何人ぐらいいんの？その時によって違うの？個別の握手会は。その個別っていうこと自体でもう分からへんけど、ちょっとね、どういうことなんですか？仕切られてて。はい。一つのテントに一人が入ってるんです。テントに一人？テント一個ずつにこう入ってって、長テーブルがあって、そこからこう、テントの中に入ってくるわけです。一人ずつファンが。はい。もう本当1対1の状況です。あれか、サメズの適性検査みたいなこと？資料室上教室上適性検査。縦位置に並ぶやつでしょ縦位置に並ぶやつ。うん、あ、そうそうそう。縦位置に並ぶ。個別じゃないやつなんてどういうの？まあ、全国握手会って言って、それは全員じゃないんですけど、うん、何十、30人ぐらいのメンバーで行って、なんかペアとかになってそれを握手するんですよ。一つのテントに3人とか。そっかそっか。で、はい。それでも何千人やろ？そうですね。地方に行ったりします、全国は。時間的にどれぐらいやってんの？休憩はないの？休憩ありますね。うん。はい。途中で。じゃあちょっと休憩みたいな。はい。休憩タイム。そんな軽いかわからないですけど。休憩タイム。握手会なんかしたことある？ないですよ、そんなの。リーダーあります？握手会、そうですね。なんかありますけど、だけどやっぱりその、しょっちゅうやるわけじゃないんで、数えるぐらいしかしたことないですから。ああ今、その個別握手会っていうのは初めて聞いたんで。しかも、あの、チケット1枚で10秒ですから。だから、何枚も持ってる人いるわけです。チケットはどうやったら、もらえるんですか？ CD を購入すれば。CD に入ってんだ。購入すると1枚にできます。だから、変な話、1人で100枚買ったらもう100枚分。そうですね、いらっしゃいます。100回できるってことですか？それは、あの、あれ、コピーしていいの？ダメなの？ダメです。コピーしていいの？なわけない。いや、でも、素朴に思うわけよ。俺みたいに。まあまあね。でももう、ね、あの、後輩でいるんですよ。もう大ファンが。はい。そうよ、そうよ。もう何千枚と買ってますよ、それで、順位、ギリいけてんな。うん。なんかの。なんか推し面って言われるような、はい、人とかもあれですけど。いっぱい買って、その子、うん、
のためにいっぱい買って、その子がギリギリなんかこう残当選して、はい、すごい。秋葉原でロケ行ってると俺が AKB を支えてるんだっていう男の子に会いましたし、はい、全身 AKB のワッペンだらけの、いらっしゃいますね。 でも俺っつってたよ、本当にその人は本当に俺なんだって支えてんので、AKB どころか俺が秋葉を支えてんだまで発展したんですよなるほど、はい、何を言ってんのってこっちはなるじゃないですかでそのまま聞いたんですよ、はい、君何を言ってるのって言ったら、もうこうカバンをトートバッグ持ってるんですけど、はい、カバンをこうトントンって指さして、ええ、見ろみたいな、見たらわかるやろみたいな、そしたらこう AKB のこのバッジがもうブワーって貼ってあって、いやだからなんやねんみたいな